便利。というわけで本日はこちら、東中野駅から徒歩5分ぐらい、麺どころ名越さんにやってまいりました。いやー、こちらのお店ね、私普段バイクでいろんなところ行ってるんですけれども、このね前をねよくバイクで通るんですけれども、その度に一度は立ち寄ってみたいなーなんてずっと思ってたお店なんですけれども、こちらね濃厚中華そばがいただけるということなんですけれども、果たしてどんなラーメンなんでしょうか。楽しみですね。それでは今日も張り切ってガッ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 ギャオでしょ。どうも。はい、というわけで今回も懲りずにやってまいりました。こちら竹永の動画で取り上げさせていただくお店の基準なんてマジでないんですけれども、こればっかりはね本当にねタイミングとしか言いようがないんですね。いつも通い慣れた道で見慣れたお店だからいつでも行けんだろうみたいなことがねあって、なかなかね訪問する機会はなかったんですけれども、そばにいる人の大切さにやっと気づいた春、そんな感じですかね。それでは現場の竹永さん。はいはい、こちら現場の竹永です。はい、というわけでこちらが特製中華そばの台です。丼が到着した瞬間にね魚介系の香りがまず最初に来るんですね。それでは早速いただいてみましょう。おお、なるほどね。こちらね口に含んだ瞬間にねまず最初は魚介系の風味がガツッと来るんですけれども、後からね油のまろやかな感じが口の中に広がって、表の看板に書いてあったんですけど、頸骨、鶏の骨ですね、豚骨、魚介、そして香味野菜の出汁を使った特製スープだということなんですけれどもあっさりなんですけれどもコクがあって奥深い味わい、これは本当に美味しいですね。決まりましたね。はい、というわけでこちらのね中細麺はちょっと縮れたタイプの麺ですね。こちらね自家製麺だということなんですけど、いただいてみましょう。スープの表面にはね結構動物系の脂が浮いてるんですけど、このねオイリーな感じが麺にまとわりついてるみたいな感じで、麺自体がちょっとね甘く変身するみたいな感じで、これも美味しいですね。それではこちらチャーシューいただきましょう。こちらのチャーシュー歯ごたえがしっかりしてるタイプのチャーシューで味も染みてて、これほんとすいません、あまりのうまさに寝てしまいました。寝た後にまたさらに寝る、二度寝してしまいました。これ本当に電車ですよ。胡椒でさらにこのね出汁の効いたスープでパンチが加わって、こうね酢を加えることによって表面の油の甘さが酢の酸味でキリッと締まるみたいな感じで、中華そばに酢っていうイメージなかったんですけど、これは美味しいですね。はい、それではこちら味玉いただきたいと思います。
がでしょうか。このね、黄身がとろとろ感じ、たまんないっすね。黄身の味が濃厚で、なんならね、ちょっとした甘さも感じられますね。ご飯との相性もバッチリ。はい、というわけでこちら完食です。はい、というわけでいただいてきましたけれども、いやー美味しかったですね。どこどこのお店っぽいとか、やっぱりね、いろんなねラーメン店食べ歩くと、ああこのお店に似てんなみたいなのが結構ね被ってたりすることもあるんですけれども、ここはもう本当に特別と言いますか、いやここでしか食べたことがないような、そういった感じの中華そばでしたね。そして5月はキャンペーン中につき、麺を特盛りまで増量できるっていうのにね、大盛りで止めといたのね、ちょっと後悔しましたね。いやそれぐらい美味しかったです。というわけで皆様もお近くにお立ち寄りの際はぜひ一度試してみてはいかがでしょうか。なおですね、毎度おなじみこちらからピヨッとカードを出てまいります。そちらに関連動画やアンケートなどを添付してございますので、合わせてチェックしていただけるとありがたいなと思います。そしてこの動画の最後、終了画面のど真ん中にチャンネル登録ボタン、竹永おすすめ動画なんかもありますので、合わせて見てみてください。以上、こちら麺どころ名越さんよりお送りいたしました。ごちそうさまでした。いや、バイ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 。カメラが動くタイプ。カメラでバイバイ。